皆さん、市民貢献人という制度はご存知でしょうか。高齢化社会が進む中、ますます重要になってくると言われている市民貢献人。今回はこの制度について詳しくご紹介します。お話を伺うのは、墨田区社会福祉協議会墨田福祉サービス権利擁護センターの石川さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず、市民貢献人について改めて教えてください。はい、市民貢献人とは、認知症などで判断能力が十分でない高齢者や障害者に代わって福祉サービスの契約や財産管理などを行う家庭裁判所から選任された人のことです。同じ地域に暮らす市民が貢献人となり支援を行うため、きめ細やかな支援ができることが特徴です。なるほど。同じ地域の住民目線で行われる一人一人に寄り添った支援が期待できますね。ではその活動ではどのようなことを行っているんでしょうか。はい、非貢献人の日常生活における幅広い支援を行っています。主に心情保護、財産管理を行い、監督人へ報告していただいています。まず心情保護では、被貢献人の必要に応じて毎月1回程度面接をし、健康状態や生活状況を記録します。受診や入院が必要になった場合は、そのための手続きや契約も行います。続いて財産管理では、被貢献人の資産と負債、収入と支出を把握し、適切に管理します。そして心情保護と財産管理の報告を監督人である社会福祉協議会に提出していただきます。皆さんの報告を見ると、施設の方や関係者と連携して本人の気持ちに寄り添った支援をしていただいていると分かります。では墨田区では、どのぐらいの方が市民貢献人として活動しているんでしょうか。はい、現在26名の方が活動しています。これまで合計72名の方の貢献活動をしてきました。近年は高齢化や単身世帯の増加によって支援を必要としている方が増えていますので、ぜひより多くの方に市民貢献人について興味を持っていただきたいと思っています。市民貢献人が必要とされる場面が増えてきているということですね。そこで今回は、市民貢献人として活躍している高橋さんの貢献活動を取材してきました。こちらをご覧ください。2年前から市民貢献人として活動している高橋美佐子さん。現在83歳の非貢献人の貢献活動を担当。月1回お住まいの場所を訪問し、健康状態などの近況のヒアリングや相談などを行っています。では市民貢献人になったきっかけを教えてください。はい、市民貢献人ですでにやっている私のお友達が推薦していただいたことと、あとその時に私の母が亡くなり、何か世の中のためにお役に立てることはないかなと模索してたところなので、ちょうどタイミングよくこの講座を受けることができました。実際に講座を受けてみていかがでしたか。そうですね、いろいろ大変だったんですが、幅広い分野の座学学習や実習などがありまして、講師の先生方が親切で優しく丁寧に教えていただいたので、とてもよく分かりました。中では傾聴という科目があったんですが、それは今市民貢献人をやっていてとても役に立っております。お話しする時に真正面に向いてじゃなくて、90度になって、90度肩ですねなってお話しすると相手の心が開きやすいという、そういう講座だったんです。具体的に一から丁寧に本当に教えてくださるんですね。そうですね。では実際に市民貢献人として今活躍されているわけですが、活動していてのやりがいってどんな時に感じられますか。はい、毎月1回老人ホームにお住まいの非貢献人さんのところに訪問しておりますが、その訪問を非貢献人さんがとても楽しみにしてくださり、いつも面会時には満面の笑みでお迎えしてくださいます。でその笑顔を見ると、私も自然と笑顔になります。そして非貢献人さんが私に感謝の気持ちを持って接してくださるのが一番の励みになり、モチベーションにつながっております。最初にお会いした時っていかがでしたか。最初はやはり緊張して、お互いちょっと口が無口だったんですが、2回目からは女性同士であったので、結構お話が弾んで、いろいろファッションの話とか髪型のお話とか話が膨らんで、とても楽しい時間が過ごせました。さまざまなコミュニケーションをとって信頼関係を築いていくわけですね。そうですね、はい。その他に活動をしていてやりがいを感じる瞬間などってありますか？いい貢献主さんが以前お住まいだったご自宅を昨年売却しましたが、その際に難しい不動産手続きを社会福祉協議会と民間の不動産会社が取りまとめていただき、順調に進めていただきました。このように困ったことやわからないことがあったら、監督人である社会福祉協議会に相談していつも対処しております。では最後に、これから市民貢献人になりたいと思われている方もいらっしゃると思うんですが、はい、そんな方にどのようなお言葉をかけたいですか？はい、確かに市民貢献人はとても難しいっていうか、簡単ではありません、仕事的に。でもこれから日本は超高齢化時代になっていきますので、そこで私たち市民貢献人のニーズは高まっていくと思います。皆さんが楽しく日々を送られるということで、世の中に何かのお手伝いができればということが素晴らしいことだと思います。本当にこれからの時代なくてはならない活動ですよね。はい、確かに市民貢献人は大変な仕事だと思いますが、人と人とのつながりがあってやりがいのある仕事だと思います。ぜひ仲間になっていただければと思います。高橋さんのお話を聞いて、市民貢献人のやりがいを感じることができました。ただ同時に責任の重さを感じてしまい、市民貢献人になるのは少し難しいんじゃないかなと感じる方も多いと思うんですが。はい、確かに市民貢献人というと難しい法律の知識や資格がないとなれないと思う方も多いかもしれませんが、そんなことはありません。市民貢献人を希望される方にはしっかりと研修を行いますので、資格も技能も特に必要ありません。では市民貢献人になるためには何から始めればいいんでしょうか？はい、まずは6月8日木曜日に区役所で開催される説明会にご参加ください。説明会では弁護士による講演と市民貢献人による体験談を聞くことができます。手続きはそこでご説明いたしますが、書類選考、面接を実施し、研修受講生として認められると、8月から行われる養成研修を受けていただくことができます。説明会への参加が市民貢献人への第一歩ということなんですね。ではその養成講座ではどのようなことを学ぶのでしょうか？市民貢献人の役割や心構えはもちろん、認知症や障害に対する理解や社会保障制度など各専門の講義を受けていただきます。知識や経験が全くないという方でも心配はいりません。貢献人になるための知識を一から丁寧に教えていただけるんですね。はい、並行して研修では約1年間地域福祉権利擁護事業の生活支援員として活動していただきます。講義と実践研修を一定条件終えられると終了となり、市民貢献人候補者となることができます。1年間の研修を経て市民貢献人になることができるんですね。それでは最後に番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。地域で支援の必要な方はたくさんいらっしゃいます。またこの養成研修を終了した仲間も多くいます。少しでも興味がある方はぜひ6月8日の説明会にお越しください。たくさんの方のご参加をお待ちしています。